藤川球のの永遠のライバルたちが激白俺たちが一番ブルッとした火の玉ストレートまずはこの人清原和弘数々の名勝負で日本中を熱狂させた伝説のスラッガーです本当にあに漫画に出てくるようなボールにこの火がバッと出てるようなそういう球でしたね。 火の玉ってこうイメージ的にこう浮くイメージあるじゃないですか。だから、そういうイメージを僕、僕多分、とっさんに言ったと思うんですけど。その。当番で壊れてもいいっていうぐらいの。その覚悟。が、あの強いストレートを。あのー、投げれた。だと思います。はい。ストレート一本で。そういうクローザーとして。伝説の。 投手になったんじゃないでしょうかはいそんな2人には球界を騒然とさせたある因縁が2005年4月の東京ドーム球児がフォークボールを2球続け清原は三振得意のストレートで勝負をしなかった球児に対し試合後清原が発した言葉が物議を醸します普通のストトレートであれば そこまで僕はあの感情的になったりしなかったと思うんですけども僕は見た瞬間にあすごいストレートだなっていうふうに思ったのでだからちょっと感情的になってしまいました、はい、でもよくよく考えれば矢野監督がサイン出してるんですよね。そうなんですね だからまだ若い藤川投手は首を振る勇気がなかったと思うんですよね、はい、藤川投手は何も悪くありませんサインを出したのは矢野監督です藤川投手ごめんなさい数々の名勝負を生んだ清原対藤川球児そんな戦いの中で清原が一番ブルっとした火の玉が いや1球っていうのはやっぱ難しいですけどやっぱりその甲子園で東京ドームの後の甲子園のあのあの打席っていうのはあの球っていうのはそれは物議を醸した東京ドームの戦いの後初対戦となった2005年6月25日。 決して僕苦手ななコースじゃないんですよこれ真ん中やや外寄りのどっちかって言ったら僕の得意な球なんですよ。ヒットっていうかホームランになる可能性の一番高いボールですよねここあの球っていうのはまるっきり変わってたっていうか本当に自分のバットがボールの下通るっていうのはバッターにとっても これ以上ないバットが折られるよりもこれ以上ない屈辱なんですよね心まで折られるんですよねじゃそれを味わいましたねはいゆっくりと肩肘、そして心も休めて新たな人生に向かっていってください

Pero hubiera pasado, yo creo que hubieran pasado los 170, 160, 180 metros. No estoy seguro, yo creo que en ese inning, yo creo que a los tres los ponchó. Fue uno, un piche cerrador, yo creo que para mí uno de los mejores que yo he visto. qgとの対戦では1 Cabrera. 母国ベネズエラに戻り、今、何をしているのか。なんと野球関係の仕事ではなく、牧場のオーナーとして、1200頭の牛を育てているんだとか。 Ya yo el año que viene empiezo a poner todas las carnes en el mercado. Se va a llamar Samurai Beef. Y me siento súper contento que nos enfrentamos una vez. Perdí la batalla, perdí la guerra. Me punchaste, pero yo creo que esa fue la satisfacción más grande. フジカワファスボールは最高年俸はなんと6億日本在籍6年間で240ホーマーを放ち3度のホームラン王に輝いたタイロン・ウッズそんなウッズが一番ブルッとした対決とは最高年 ゲーは、っに、um,、11球全てストこのと真剣勝負で戦った2人だからこそ通じ合えたことが。 I got a base hit center field, we win the game, Fuji looks over, we smile at each other a little bit, and uh, at that time, I give Fuji all the respect because he didn't walk me. If he's ever in the United States, him and his family. Please feel free to come join me and my family at our family ranch.